こんにちは、しんじです。今日はね、フォントを買ったので紹介してみたいなと思ってます。いきなりね、本題に入ったんですけれども、急にね、フォントが欲しくなったんですよ。なんかね、動画をこう作ってると、いいフォント悪いフォントみたいのがまああるんですけど、この辺にこう文字出すじゃないですか。で、そういうフォントをね、いろいろこう自分で選んで、まあ使ってはいるんですけど、なんかね、やっぱりこうしっくりくるものがね、なかなかない。今使ってるのも、まあなんとなくまあいいかなっていう感じで使ってはいるんですけど、動画をこうやっていろいろ出したりしていると、フォントがね、気になるということで、いろいろね見てたんですけど、最終的に僕がね欲しいなと思って絞ったのが、森沢っていうところのフォントとアクシスっていうところのフォントね、この2つで悩みました。で、今回ね紹介するのはこれです。これはね、森沢のパック4ビスタっていうねフォントです。まあパック4ビスタっていうフォントではないんですけど、これはね、森沢が出しているフォントの中でも多分一番安い。このパッケージで、流民とゴシック、あとは新語っていうね、フォントが使えます。最近だと、まあ僕がね、好きな YouTuber である瀬戸康史さんが、確かね、森沢の、セレクトパックっていうやつを買って、その中から、新語プロかな?なんかを買っていたんですけれども、これはまあ選べないんですけど、3つのフォントが入っている。まあ7書体、細いやつとか太いやつとか合わせて7書体入っている。なのでこれはね、かなりお買い得なんじゃないかなと思って、これをね買いました。で、これをねこれからインストールして使おうかなと思ってるんですけど、すでにねもうこの動画で使ってます。でね、まあインストールしてない状態でこうね言ってるんで、実際どうなんだっていうのはあるんですけど、感想なんかはね、この編集してる時にね、この辺にいろいろ書いていこうかなとは思ってるんですけど、で、これのいいところっていうのは、新語が使えるっていうのと、あとは何よりね、安いです。これはね、1万円ぐらいで買えます。ヨドバシカメラで買ってきたんですけど、これはね、1万600円ぐらいで買いました。なので、新語が欲しい。で、新語の中でもまあいろいろ種類はあるんですけど、とりあえず新語が欲しいっていう人にはかなりね安いんじゃないかなと思います。で、さらにね、流民も入っていて、まあ、全部でね7書体入っているので、かなりねお買い得なんじゃないかなと思います。で、これ調べたんですけど、もうね生産中止になってるんだか、もう作ってないんだかで、かなりねもう買えなくなってきてるっぽいです。僕はヨドバシでまあ買ってきたんですけど、ヨドバシ .com とかで見ると、もう在庫が少ないですよとか、 Amazon でも残り在庫2とか、なんかそんな感じで表示されていたので、欲しい人は多分ね早く買った方がいい。ただね、フォントなんでね、フォントを買おうとか買ったりとか、かなりね限られるんじゃないかなと思いますね。動画とかでこうやっていろいろねやるとかじゃなければ、まあフリーフォントでね間に合うんですけどね、今回まあ紹介するこれね、実際多分ね皆さんあまり興味がない気はします。はい、ということで今回は、森沢フォントパック4ビスタ7書体を紹介してみました。まあね、途中でも話しましたけど、普通はまあいらないかなと思いますけど、動画制作とかね、あとはまあ文章をね作ったりとか、デザインをやってる方とかね、そういう方がいらっしゃったら、ぜひねこのパック4ビスタをね検討してみてはどうでしょうか。ということで今回の動画はこの辺で。しんじでした。